アイテム番号 SCP-314-JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-314-JP の存在する道路では地点 A を起点として SCP-314-JP を含めた東西 650m の区間を夜10時から2時の間夜間工事のため通行禁止として一般人の侵入を防いでください。地点 A から SCP-314-JP 内へ侵入した一般人が現れイベントが発生した場合地点 B 付近で待機する職員によってイベント終了後に出現した侵入者を確保してください。この時 SCP-314-JP の 500m 地点に存在する交差点については南北に続く道路を封鎖することで対象が東側に進むように誘導を行います。侵入者が生存していた場合は負傷の治療やインタビュー、記憶処理を行ってから解放し、死亡していた場合負傷の状態に合わせてカバーストーリーを適用してください。夜2時を経過しても侵入者が地点 B に現れない場合、侵入者を行方不明者として処理してください。説明。SCP-314-JP は鹿児島県市の畑作地帯の市道上に存在するおよそ 600m の区間です。補助内のため街灯はほとんどなく、夜間の見通しは不明瞭です。SCP-314-JP では以下の条件を満たした人、以下、対象、とする、が夜10時から2時の間に SCP-314-JP を西から東へと直進しようとした際に異常現象が発生します。便宜上 SCP-314-JP の両端のうち、西側を地点 A、東側を地点 B とします。地点 A 通過時に同伴者を連れていないこと、徒歩であること、乗り物を用いた移動ではイベントは発生しません。両足が存在すること、2本1対の足が1組存在する場合を両足と定義し、義足を使用している場合もこれに含まれます。地点 A 通過時に他の人物によってイベントが発生していないこと。以下の表は実験によって得られた地点 A からの距離ごとに起こるイベントを記した表です。なお、イベント発生中に対象及び SCP-314-JP。一応確認することはできませんでした。地点 A から対象までの距離、0から 100m。発生する現象。対象は自身の後方から聞こえる1から数人分の足音を認識します。この時点では後ろを振り返っても対象は何らかの存在を確認することはできません。なお、イベント開始時に SCP-314-JP 内に存在する全ての街灯は消灯され、以降イベント中に対象を外部から確認することができなくなります。地点 A から対象までの距離、100から 250m。発生する現象。後方から聞こえる音声に複数人の声が加わります。この時点で対象が振り返ると、対象からおよそ 20m 後方を歩く複数の存在 SCP-314-JP-1 とするの足を確認することができます。 SCP-314-JP-1 の姿全体を捉える試みは映像記録の乱れ、光源の故障などにより現在まで失敗しています。地点 A から対象までの距離250から 500m。発生する現象。足音と声は引き続き聞こえますが、すべての声が同一内容の英語と日本語の混じった文章を繰り返すようになります。対象が前を向いている間、この音声と足音は次第に対象に接近してくるかのように音量が増大します。対象が振り返った場合、足音と声の音量は100から 250m 区間時のものに戻りますが、SCP-314-JP-1 の数と種類、聞こえる音声の種類がランダムな数で増加します。この区間では対象が振り返らない場合、音声は最大で対象の後方約 1m の地点まで接近します。地点 A から対象までの距離 500m 地点。発生する現象。十字路が存在します。対象が直進した場合イベントは継続しますが、左右の道に進もうとした場合では、角を曲がり切った時点で対象が消失しイベントが終了します。なお、イベント発生中でもこの十字路は東、南、北から侵入した場合は自由に通行が可能です。その際対象及び SCP-314-JP、1を認識することはありません。地点 A から対象までの距離500メートルから600メートル。発生する現象。この区間では SCP-314-JP、1は対象が振り返るかどうかを問わず次第に対象に接近してきます。しかしながら対象が確認できるのは SCP-314-JP、1の足のみであるということに変化はありません。地点 B、対象は前方から近づいてくる。懐中電灯のものと思われる光を認識します。それと同時に SCP-314-JP、1は叫び声を発しながら対象を走って追い抜かしていきます。この時対象は SCP-314-JP、1が衝突してくることにより何らかの怪我を負うことになります。区間内での振り返った回数が6回を超えていた場合、対象は多数の SCP-314-JP、1の殺到により圧死、または転倒と SCP-314-JP、1からの踏みつけによる複雑骨折や臓器破裂により死亡することがほとんどです。すべての SCP-314-JP、1が像から10メートルほど前の場所を通過。消失した時点でイベントは終了し、SCP-314-JP に設置された街灯が点灯します。この時対象は地点 B に突如出現したかのように見えます。なお、どの地点でもイベント中は対象が区間内で引き返そうとした場合、対象と SCP-314-JP、1が消失しイベントが終了します。また、イベント中の SCP-314-JP 内に留まり続けた場合も同様に夜2時を経過した時点で対象と SCP-314-JP、1が消失しイベントが終了することが判明しています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんです。